ワワトン4局に進みます。じっと自分の手牌を見つめるライデン瀬戸熊の親番。ドラはパーワンです。ドラパーワン、もうドラさんだ。ドラさんで2面引いてる。これ大チャンス、大チャンス。これはライデン大チャンスです。アルミさんも悪くない、悪くない。ソースで1面ずつ赤が1枚、ドラの受け入れもあります。日向はこの局は様子見になりそうか。まだまだ苦しい手牌です。高宮はソースで1面ずつ、馬風のトンが統一、他統一が、トンを含めて3組です。いやでもやはり瀬戸熊チャンスですね。瀬戸熊さんがチャンスで、ルミさんもチャンスなんですけど、あとは高宮さんが高く取りに行くか裁くかにも注目いくと思います。裁くなら形は整いそうです。まあ、トップ目ですからね、裁くという選択肢も十分ありそうですよ。差を広げたいのはトンバのうちにやりたいんで、これトントイトイにしていくかとかも注目。あ、これは結構裁き手も込みだと思いますね。イーソーを採用して白切りとなりました。さあドライオンになりました。親番瀬戸熊いいだよ。いい数うわー、これも抱けるようにタイヤでのジャンプ投効率も込みですね。なるほど。メンズだったらローピン引いたらイースーマンノベタンとかもあるんで、リーチもあるんですけど、これはもう全力で上がりに行きますっていう宣言ですね。チーしようがなんだろうが、かじりつこうが、この手をまずは上がりに持っていかないと。しかも1回見せてますから、軽い仕掛けもするぞと。そうですね、はい。でこ の,、ね、あの展望が欲しいので、やっぱり親番継続したいのかもなっていうのもちらつくと思うんですよね。あ、そうすると他三者から安いけど親だから仕掛けてるのかもしれない、の可能性もあるなっていう。いつもよりもちょっと変わりますよね、そこは。ちょっとガードが下がる可能性がある。あ、これお見事ですね。イーソー残しが、そうですね、進んできました。高宮です。ウーマン切るかリアンズを打つかでターツが足りてると思えば、思えば、はい、これだとまだターツが足りてないんで、ウーマンも使おうかな。そうですね、チーピンがジャントになった時にはウーマンで採用したいってことですね。さあこちらもルミ進んできました。イーシャンテンペンちゃんとリャンカンのイーシャンテンです。マンズの部分が赤を使えるかドラを使えるかという形ですね。 こっち側はねパーマンがあんこって知ってるんですけどあ、これでウーマンかな。リャンカン残ったらどうしますかねってなってるのが、いつもだってカンパンまで行くじゃないですか。まあ、そうですね、選択できるっていうのは赤ウーマンの魅力ですよね。はい、E1 をすでに捨てています。マンズ伸びはここで見切りました。広くなった、うん、でもこれはね、ローソーになってもおかしくないですね。7、8、9、3色もあるんですよ ね。 そうですね。で赤も使いたいになるんで、ローソーになりましたね。はい、はい、広さはね9万かウーマンなんですけど、でもそうするとカンパーワンを選ぶ理由ができちゃいそう。そうなんですよね。どうなるんでしょうね。あ、もうローピンから泣いたよ。辛いね。ウーソーとトンのシャンポン待ちの形、上がれるのはトンだけです。ローピン引いたよ。来た来た、テンパイ。枚数にしますか。枚数だと1枚切れてるんで、はい、まずはチーソー待ちに。はい、チーソーは、チーソーはルミが1枚です。いやこれだって1万2000ですよ。はい、タイヤをドラさん赤、闇点で1万2000待ち構えている瀬戸熊。ルミは7、8、9、3色のイーシャンテン、そして高宮がトン待ちで待っているところです。うわ、唯一、唯一の牌引いたよ。これ形は上がれるんです、形はできてるんですけど役がない、上がれません、はい。まあ、これトンポンしてもいいし、あと単用に変化もね、あのトントンっていく可能性もあるんで、はい、まあ、柔軟なイーソー切りでしたね。これでイースーソートンの形のフリテンテンパイとなりました。ペータンキラリーチ、稲妻落ちるかチームライデン。ペータンキは日向が1枚持っていて山に残り2枚です。2枚いますね。ルミはこのチャンスで、まあ、チーソーかな。チーソーか。でまだ ね、 ね、行くと思いますよ。まだ粘ってますね、はい、安全牌もないんで。そうだが旬ありますね、初ありますね。日向はしっかりと現物を抜く。いやこれ高宮さんが危ないですね。危ない。ん、あ、ローピンを678でチーしている高宮です。役なしの状況は変わらない。これリアンズを切ったら振り点ではないですね。飛んで上がります、ね、なるほど、そうですね。しかも三蔵積もったらスモリさんあんこになるんで、はい、おー、振り点解消だ。珍しいつもりさんこのやつですね、はい。いやでもペー2枚がありますよ。あります。サブローソートンになりましたね。そうですね、まあ、あの面前だとすごい、あ、サブローソもあるんだってなるやつなんですけど、泣いてるとねローソが上がれないやつなんでね、うんうんうん、トンさえ来れば
この怖い親リーチをかわすことができる。トン1枚ですね。はい。ペーはどこだ。ペーはどこだと鼻息荒くなるのは瀬戸くま。急走切ってるんでまだ、そうですね、いけないものはいけないってことですね。ルミは我慢していますね。トンはどこだという高宮。イーソーが4枚目、これ大丈夫ですかね。あ、リアンゾーが4枚目ですね。失礼しました、すみません、ノーチャンスですね。連敗続行です。両面では当たらないイーソーでした。中筋なんで、あ、でもしっかりやめましたね。いや、ルミ選手の我慢も相当なものですね。やっぱりダメね、きついものはきついっていうのが、まあ、手配との、ね、相談にはなると思うんで、意地張ったってしょうがない時ありますもんね、はい、意地張るともっとひどいことになっちゃうなのが麻雀ですから。竹宮さんね、安全牌がなかったら全然行きたいと思うんですけど、ウーソ4枚見えてるんですよね、はい、これも全部いけるんじゃないかぐらい、そうな気がしてきますよね、はい、想像ウーソ以外は打てるんで、はい、打ちやすい牌なんでね。まあそうは言っても自身の手が飛んでしか上がれないというところに、うん、しかもトップ目なんでね、はい、ここは冷静でしたね。さあ、これで現在転敗しているのは親番瀬戸熊のみ。これ1個前でやめててよかったですね。これ9万打てたらペイは止まんなかったと思うんで、はい、高宮はいいタイミングで撤退していきました。1枚減りましたが、ペイは山に残り1枚です。ただペイっていつでも危ないですからね。そうなんですよね、はい、今もペイを持っているのは日向と高宮ですが、ペイを打たずになんとかなりそうですか。数層三蔵三蔵とか、ただ三蔵もシャンポンあるよねとか、あ、三蔵取った。これで日向も三蔵で、あれ、なくなったペイ。日向意外と、あ、ペイなくなった。あ、ペイ出た。ルミ打っちゃった。リーチドラさん赤18,000、裏一18,000、なんと二階堂ルミトンバネ2度目の18,000宝珠、大きく沈んでいます。あ、すいません、そして大きな雷を落としたのは瀬戸熊、一撃で3万点台に持ってきます。リーチの判断が良かったですよね。単野でね、まあ、いい街っていうよりもペー短期でしっかりと取りに行くっていうのが出ましたね。思い切っていきました。そこは高宮選手が動いているというのもあったでしょうか。はい、打ちづらいでしょっていうのもあったと思いますね。なるほど。